これ金平茂樹ですか、はい、名前は金平、ね、のやばい市長というか、はい、軍事専門家を抜かして政治を語ろうみたいなことを、はい、まあ、言ってたと。私あの、はい、大手新聞ほとんど、まあ、取って読んでるところなんですけど、はい、たまにですね、うん、いやもちろん僕毎日新聞、はい、好きですよ。好きなんだ。あ、もう、はい、あのキャラとして立ってるんで。あ、なるほど。あの、やっぱり4、4、5、4こうパッと見たときに、うわ、毎日新聞走ってるなって感じができててね、僕すごい好きなんです。朝日も走ってるよ、そういう意味では。朝日はなんかやけにその、なんていうんですかね、うん、なんか変なシーンがあるから怖いなって感じはするんですが、はい、朝日はなんか怖さを感じるんですけど、はい、毎日はもう吹っ切れてるんで、はい、まあいいかなっていう、あのキャラとして。あ、なるほど。はいはい。なるほどね。はい、まあ僕両方ともクズっぷり発揮してんなぐらいにしか思わないんですけど。いや、僕でも、で毎日はしかも外交関係は悪くないので、うん、外交関係本当いいんで、僕はあの毎日好きなんで。けどそういう意味で。そうですか。わかりました。パラッと、まあ、見たときにですね、うん、これ2月25日の毎日新聞の、これ、夕刊かな、うん、夕刊を確か見たとき、朝刊か、これ、うん、はい、朝刊を見たときにですね、うん、週刊テレビ表っていうところに、うん、この方はほら、TBS の方じゃないですか、はい、なんですけど、毎日新聞にうちの番組見てみたいなことを、まあ、ちょっと書いてくれと言われたんでしょうね、はい、はい、ちょっと書いてるんですよ、うん、で、これ何を書いてるかというとですね、こういうことを言ってます。ウクライナに対するロシアの侵略戦争が始まってから、とうとう1年という歳月が流れた。この日本のテレビ報道はこの時間の連なりの中で今さまざまな変化を抑制されているように感じるということで、うん、まあ、彼ジャーナリスト、まあ、テレビマンですけどジャーナリストとして、まあ、いろいろこう戦争を今回、まあ、まあ、いろいろ現地に行ったりとかして見てるんですけど、最終的にこういうこと言ってる。こういうことを言ってるんですよ。はい、この1年間頻繁にテレビに登場した最多出場者は現下の戦況、戦況を分析する軍事問題の専門家とされる人々だったと、はいはい、とりわけ防衛省所属のシンクタンク防衛研究所の研究者たちは引っ張りだこだったと、うん、刻々と変わる戦況について分かりやすく解説する、それはそれで必要な役割を果たしたのだろう、うん、だからまあ一応ほら、はい、防衛研究所のね、やっぱり専門家の、安全保障の専門家の方たちは一応評価して、うんうん、ただここからですよ、うん、長期化泥沼化の様相を見せつつあるこの戦争を今後戦況面だけから報じることには限界があるのではないか。さすがジャーナリスト、はい、じゃあ何かあのこういう戦況だけじゃない何かを持ってくるのかなと思いきや、こういうことを書くんです、はい、僕個人が注目しているのは歴史家と文学者、はい、アーティストの役割、そして名もなき市井の人々の声を引き出すジャーナリズムの働きであると、はい、国家のリーダーたちの言動ではないって言っちゃったんですよ、はいはい、で主語は国家ではなく人間であるべきではないのかと。なるほど、来たと思いましたね。来ましたね。僕はこれ見てね、ああ日本の知性が敗北したと、うん、ちょっと思いましたよ。そうですね、はい、なぜかというとですね、まあ単純に和田さんがちょっと図にしてくれたのがこれなんですよね、はい、これ、まあ、ちょっとこれは悪意がある並べ方かもしれないんですけど、国家とかリアリズムの、まあ、リアリズムのそうですね観点からなんか反戦平和など作戦レベル以下の話になっちゃうんじゃないかと、はい、いうことを和田さんがこう言ってくる、まあ、金平記者の場合で言えば、はい、もうアーティストの主観、アーティストって基本的に左ですからね。僕もね、このアーティストって言って、まあ、反戦っていう意味では、例えば、何でしたっけ、うん、ゲルニカとか描いたの、うん、ピカソみたいな、はいはいはい、まあ、有名なのもちろんありますよ。はい、なんですけど、うん、じゃアーティストって基本的に感情をいかにうまく表すかの話じゃないですか。うん、いや、僕はもっと客観的な、その戦争の、原因とかを探るとかいう方向には僕は行ってもらいたいなと思ったんですけど、でも基本的には世界観としても歴史観とかから来る文学とか歴史を見て、今回の戦争を当てはめていくね、例えばデンジャーゾーンも一種そうじゃないですか、過去の戦争の事例の歴史を持ってきて冷戦構造を持ってきて、デンジャーゾーンをやってる部分とかあるじゃないですか、だからそういう世界観を当てはめるならいいと思います。それあとまあ国家戦略とかそういうのを語る、でもこの金平記者の場合はもう作戦レベル以下の話だけしか、はい、興味がないというか、まあ、要はしかもそこも、ステレオタイプな、ね、反戦運動なんですよ。そうですね、そうですね、はい、バイアスがやっぱあって、彼の場合は、ね、これ確実に彼のやっぱり言い方見てると、うん、結局その現地にいる生の人の被害を受けてる人の声だけを拾ってこいって、これ日本が、まあ、戦後において第二次大戦に対して向き合うときに、はい、うん、一番被害を受けた人たちだけの声を聞けみたいなことがあったじゃないですか、はいはいはい、うん、それだと実は本当になぜ戦争が起こったのかっていうところの戦争の原因の話とか
あの外交をどうすればいいかって話に目が向かないんです。あのこれ沖縄の今ミサイル基地とかの基地問題で離島の防衛とかになった時に、あの基地周辺の農家の人とかに聞いてるんですよ。そうすると農家の人たちがもちろん嫌ですもんね。自分たちのここに基地ができたらここ狙われるんじゃないのとかいう、いやもちろんその声があるのはもう大事だと思いますよ。言うに決まってるじゃないですか、はいはいはい、でそれを、まあ、狙っていきますね、はい、やっぱり現地の人たちの声を届けなきゃいけないとかいうことを、ね、まあ、やってしまうんですよ。報道特集とかね、はい、ああいうのなんかもそうなんですけど、で僕だからね、うん、さっきの話この、うん、金平さんが言ってるんですね、はい、歴史家はまあいいとしますよ、うん、なんですけど戦争に関してはこの膨大な知見とか外交史とかその辺の知の蓄積が、はい、あるんですよ、すでに、はい、そうですね。そういうところ行かずに、うん、なぜ文学やアーティストに逃れるのかと、うん、そこが僕ね本当にだ、つまり客観的じゃなくて、そのあくまでも情緒的な個人の主観を大切にしましょうみたいなところがあってですね、いやこれってなんかこのアプローチ、いや、まあ、僕個人として古いアプローチというか、うーん、まあ、古い新しいもないんですけど、そういうアプローチの方ばっかりに行くっていうのはもういかがなものかなって、まあ、結局ね、その、はい、文学というかあれでも、うん、ホタルの墓とかね、あ、そうです、そっちの方に行っちゃうんですよ、はい、個人がいかにひどい、はい、あの体験をしたら、もちろんそれは大事なんだけど、うん、それ以上にその国を動かしていた人たちがどういう決断をしてこういう戦争になったのか、うん、そこじゃないですか一番、はい、本当本来すべきは、うん、はい、もちろん戦況だけっていうのももちろん問題ありますよ、作戦レベルだけの話なんで、はい、うん、なんですけどもっとその大戦略レベルとかの話いかないのかなっていうのは本当にありません、うん、で僕がやっぱり日々その、まあ、やっぱテレビで報道を見るわけですよ、うん、あのウクライナ現地の人のところにも取材を行きましたみたいな、うん、で現地に入ってるんですよ、うん、で金平さんみたいな人が、まあ、若くて元気な人たちがですね、はい、今やっぱ戦場に入って、うん、戦場大変ですねってことで言ってるんですけど、うん、あの例えばウクライナの人に 現地の人に、うん、あの取材するじゃないですか、うん、拾ってくるコメントがみんな基本的に早く戦争が終わってもらいたい、うん、平和が来ればそれはそうだっていうことです、うん、なんですけど、だから反対しようがない感じになっちゃうんですよね、まあ、日本のフィルターに合うような感情としてはね感じなんですけど、はい、うん、英語 あの取材のやつとか見るじゃないですか、うんうん、俺もうウクライナにの勝利をとか、うん、ウクライナに栄光をとか、はいはいはい、ロシア絶対ぶっ殺すみたいなコメントが結構流れるわけですよ、はい、そうですね、もうこれロシアにはズタズタになってもらいたいねとかね、あ、そうそうそう、言うのは日本では絶対放送出ないじゃないですか、出ないんですけど、はい、なんか全てのウクライナ人は即時停戦、うん、平和を求めてるっていうバイアスで取材してるんですよね、うんうんうん、だから分かっちゃうんですよ、はい、実際はほらウクライナのおそらく大部分の人たちが、うん、まあ、難しいとは言うかもしれないけど、うん、軍事的勝利を求めてるっていうのが正しい姿勢なわけじゃないですか、はい、一般的に言えば、はい、そこはね入ってこないんですよ、うん、日本の報道では、ね、で採用されないんですかね、まあ、この金平さんとかはね、はい、大体このこういうふうになっちゃう、うん、ああこれですね、はい、まあ、まあこういうスタンスなんでしょうね、だから日本政府とか、はい、アメリカ政府とかは、うん、割と批判するんだけど、はい、後ろにある自分たちの後ろにある中国、うん、北朝鮮、ロシアの批判はしないという志村後ろみたいな状況ですよ、ね、そうそうそう、後ろに大きな悪いやつがいるぞと、仏像がいるのにでもお前ら叩こうとしてるぞと、日本政府とか、はい、アメリカの悪口しか言わないっていうね、まあ、ここが、うん、まあ、いわゆる米帝であり、そもそも中国がやばいから、はいはい、米軍がねもっと基地作れと言ってるんだよというふうなことなのに、中国の批判とかはなかなかしないと、うん、いかないですね。でこの、はい、第5列っていう言葉があるんですけど、この話をしちゃいますか、候補勢力、候補勢力ですね、はいはいはい、こちらですね、うん、はい、第5列の話はやはり、うん、これですね、うん、敵対勢力の内部に紛れ込んで諜報などの活動を行う部隊や人を指すということですね、うんうん、これスペイン内戦1936年ですね、うん、4個部隊を率いてマドリードを攻めたフランコ派のモーラ将軍がですね、市内にも広義、軍に呼応する5番目、うん、5個目の部隊がいると、うん、我々4個軍でこう4個部隊で攻め込んできたけど、はい、もう一つ内部にもいるんだ、呼応、うん、する勢力があるんだということで、はい、第5部隊とか、まあ、日本では呼応勢力とかもよく言ったりしますけど、はい、まあ、そういうものがいるんじゃないか、でそういう人たちになりがちなんじゃないか、これイメージ図ですあ、なるほどなるほど、イメージ図です、中国軍がとか、まあ、ロシア軍が、中国軍が、いや今回ね、はい、あの台湾が演習やるときに、うん、台湾に対して、はいはいはい、人民解放軍の演習やったときに台湾を、はい、
囲んだじゃないですか。はいはい、ね、こう4つぐらいの、はいはいはい、でこういう感じで日本をね、あくまでもイメージ図ですかね。イメージ図ですね。日本を、はい、あくまでも中国軍が包囲しました、うんうん、で4列ぐらいで包囲しました、はいはい、でも4国ですね、はい、4国国の中に、はい、そういう第5列がいるというのをちょっと警戒しなきゃいけないですよね。はいはいはい、それは中国側に有利な言論を言ったり、うん、あと日本国内分断化させたりとか、中国側の悪辣さをね指摘せずに日本の譲歩、はい、日本は譲歩しなきゃいけないってことを言ってると、まあそうですね、いうふうなことを言う人たちですね。これ赤い人たちですね。赤い人たち、赤い人たちがいるんですよ。はい、まあ、よく分裂させるという、はいはい、ということで、親ロシアで反皇室だったりとか、あ、はい、いるじゃないですか。なんか思い浮かぶな、バチッと、はい、それが、まあ、あと中国の悪口言わないとかね、はいはい、北朝鮮、まあ、徹底して言わない人とか、それで北朝鮮についての話も混乱させる話しかしてないと、はい、そうですね、キム・ジョンは死んでんじゃないかと、はい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 、だからどうなったって話ですか、偽物だとか、もう、はい、そういう話偽物でもええやんっていう話ですけど、はい、なのでちょっ と、はい、ということで、混乱させるっていうのもそうだし、まあ、日本のメディアにはねそういった人たちが多いと。あ、はい、あ、これね、はいはい、あ、それはこれは僕が、はい、常に思ってたことなんですよ、はいはい、あえて書きましたけど、支配者権力者が悪で、はい、名もなき市民が 善であるという、こういう構図ね、まあまあまあ、これマルクス的な考え方でもあるし、はい、まあ、実際そういう名もなき市民側の善の側に立ちたいという欲望は僕も感じるんです。でもね、彼らジャーナリストたちっていうのは、実際はテレビ局っていうね、新聞テレビという、はい、そのとんでもない権力者なんですよ彼らは。そうですね、そっちにいるのに、ね、自分たちは弱い者の味方なんですよってふりをしてるんですよ。あとね、ふりをしてる、ついでにその後言いますね、松本零士、はい、あ、これね、はい、これ小田さん怒ってましたね、これね、はいはい、サンデーモーニングで見なきゃいいのに、なんで毎回見てるんですか本当にもうちょっとストレス溜まるんですよ。そう。サンデーモーニング見ると。なんで日曜日に自分のストレスを上げるような番組を見るのかな。で、風を読むっていうコーナーで、はいはい、松本零士が反戦論者だったっていうふうにやってたんですよ。はいはいはい。で、反戦論者ってやってて、はい、で、うん、ヤマトとかね、いろいろ書いてるんだけどとか言ってるんだけど、うん、ね、あそこ出てるやつみんながね、大して、松本零士を見てなかったんですよ。ヤマトとか。はいはい。まあ知ってる漫画家だけどぐらいですね。そう。はい、そう、全然、関口博士をはじめ、みんなあんま見てないから。うん、ああ、ちょっと年上すぎるのか。ピート外れなことを言ってた。僕なんかの世代だと、スリーナインとか、うん、ちょっと上だと、うん、キャプテンハロックとかの、あれですね、ヤマトとかでしょ。でも、はい、松本零士っていうのは、万が一の、備えが必要だから、うんうんうん、救助はおかしいんじゃないかという議論をしなきゃいけない。憲法改正も、はいはいはい、これ両方が議論しなきゃいけないっていう意見を言ってたような人なんですよ。確かにね。だってこの人だって戦争のことばっか書いてるわけじゃないですか。しかも戦艦ヤマトなんてね、戦艦ヤマトっていうかヤマトなんて、はいはい、イスカンダルに向けてね、そうそう、だから地球を救うために自己犠牲の話じゃない自己犠牲のために命をね、はい、波動砲使ってね、しかも戦艦ヤマト復活投げ打って、はい、そうですね、戦うっていう話じゃない、はい、うん、だからこれ戦争ですよ、うん、この人はそうそうだそうだ、なのにすごい平和を訴えてた人だっていうふうに歪曲してめちゃくちゃ言ってたわけですよ。そうですよね、はい、はい、まあそんなことをちょっと確かにね、はい、あれ思いました、ね、フィルターがあるってことですよね。フィルターがね、この第5列の人たちのね、フィルターが、ね、第5列って言っちゃいますか。第5列ですよ、完全第5列ですよ、はい、なるほど、ね、まあそれをちょっと感じましたという、まあ、僕はちょっとね、はい、この文学者とかアーティストに行くっていうのはちょっといかがなものかなと、うん、まあアーティストはね、左翼じゃないとやっぱなかなかできない部分がありますから、はい、はいはいはい、そう、ね、ちょっとね、いろいろ、天皇陛下からもらった勲章だろうと、うん、ポケットに入れちゃうみたいな、はい、そんな感じになっちゃって、ね、はい、じゃないですか。ということですよ、これです。もう一番新しいやつ。最新、あ、はい、これレンジャーゾーンを、はい、お、今日発売、今日から、はい、販売することになりましたんで、ぜひよかったら、購入してですね、そうですね、聞いていただけたらと思ってます。はい、これはどういう内容なんですか。米中、はい、いや、僕、あ、僕が僕が言うんですね、はい、米中日米戦争の、はい、パート9に当たる、まあ、これまで続けてきた米中戦争こうなるよっていうのの、はい、まあ、最新版というか決定版みたいなものがね、アメリカ側からもう戦略が出ましたというので、はい、うん、はい、奥山さんが本を出したんですけど、それを
解説しつつ、はいね、奥山理論も入れつつ、はい、なんですかね、この危険な渚がやたらと多いんですけど、これどうなっちゃってるんですか。危険な渚、渚シリーズの最新刊。いやいやいや、渚シリーズ最新刊、はい、渚シリーズの最新刊、最新刊じゃないです、はい、だからなんでこんな危険な渚とか言われてるんですか、ね、音声も危険ですよこれ、はい、だからやめてくださいよ、はい、もうその、はい、違いますから、はい、ということで